緑じゃないはず、わかんないけど、そう雰囲気結構なんかメイクしてますみたいな顔になります。まあメイクしてるんですけど、メイクしてるんですけど、なんかメイクが濃く見えるカラコン入れることで。なので最近たまに入れてます。もうあと1回分しかないそう、あの今日はまつげを休ませようでなので、まつげを休ませてます。印象変わりますよね。今日はまずはトレセン、そしてトラケン、聞いてくださった皆さんありがとうございました。今日は SNS にさっき載せた通り、横浜の方の CD ショップ巡りをしてきましたので成果発表をしたいと思いますあの CD も買ってるので、そう開封式できたらいいなと思ってます。シートもついてきたり、タワーレコード横浜ビブレ店では私の応援店舗なので、私の応援店舗がいろんなところにあるんですけど、各地東浦店、タワーレコード東浦店、タワーレコード京都店、タワーレコード新潟店、タワーレコード頼もうかはい、あって、こちらのポストカードがゲットできます。ランダムでサイン付きなので、サイン入りなので、よかったらゲットしてください。髪長いですね。そして新生堂店、違う新生堂横浜ジョイナス店では、パネル展をやっております。そして今日はね、横浜新生堂店さんで声かけていただいて、はい、サインを書かせていただいたので、ぜひそちらも見てみてください。見に行ってみてください。おもろちさん、ありがキューピッ、違う、エンジェルハートキャンディー、ありがとうございますあ、京都で行ったポストカードゲットした、ありがとうございます。東浦明日行くぞ、おー、ぜひ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 です、ぜひぜひです。そして各店舗、あ、こちらもありますね、でも写真でもゲットして、各店舗1種類ずつ CD を買いました。新生堂店とではタイプ D を、そしてタワーレコード横浜ビブレ店ではタイプ B を買いました。裏面とかは私初めて見る気がする。開封式をやっていきたいと思います。どっちも入ってますよね、生写真。開封式半になったらやろうかなカラコンに当たる、ありがとうございます。サインは当たってないです。あ、でも見てなかったから、今サインかどうかも見てなかった、今見た初めてだからもしかしたら、もしサインだったとしても、なんかあーってなるとこだった、危ないそうだね、今書いたら直筆になる嬉しくもなんともないけど、今書いたところで あとはポストカード、違う、ポスターもあります。ぜひゲットしてください。こちらはタワーレコードかな、レコード、
お、スタンプラリーショコちゃんでゲットできた。今回5分の1ですよね。今回もだから確率が上がって上がっちゃってって感じですよね。確率下がる。もともとは確率3分の1だったので、渋谷は3店舗で334だったんですよ、確率が10人だと。そうなんだけど2店舗になったので55になりましたね。なので確率が上がってます。もともと私はキアラとイオリだったのかな、の3人の誰かっていうあれだったのが5人になったから確率は上がってます。まあね、生写真とかに比べれば半分確率倍になってるんだけど、10分の1じゃなくて5分の1になってるから。そう、そうなんです。頑張って皆さん推しメンをゲットしてくださいね おもろちさん、ありがキューピッドくまちゃん、I love you、 ありがとうございます。お、サインとか見てきた、ありがとうございます、嬉しい。誰が出るかな。でも今回は自分のが写ってるジャケ写をゲットしました。渋谷では何を買おうかなって思ってるけど、裏表紙もねすごい、あのタイプ D の裏表紙、裏ジャケ楽しそう、みんなイエーイって感じで。タイプ B はみんな眩しそうふ誰狙いとかはないです。誰狙いとかはないけど頭皮で当てたい。誰でもいいんだけど頭皮で当てたいです。今回難しいんじゃないですか。難しくないかな、どうだろうか。お、広島全編見た。私まだ見てないから後で見ようかな。明日ちょっと早めなんだよね。メイクしなきゃいけないからちょっと早めなんだよね。まあまあまあ、そんな激早じゃないので。逃避チャレンジ。タイプ C の裏目、花ちゃんめっちゃ楽しそう。嘘、タイプ C まだ持ってない。こう中面も楽しみにしてます。私中面すっごい楽しみ。イエイ。キアラしか分からん。確かにキアラだったら金髪だから分かるけど、まあ、あとはそのタイプ何でしたっけ、タイプ B とタイプ D って何の写真ですか？ジャケとかなんかそれぞれのカットなのか、ダンスシーンの衣装なのか、どのあれなのかな、髪型にもよる。タイプ B は制服？制服ってことはジャケ写の制服ってこと？カラコンです。あ、D はそれぞれのユニフォームの引きね。オッケー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 です。理解。ということで30分になったので、じゃあまずタイプ B からいきたいと思います。タイプ B 開封式。開封式です。
ゃん。黒髪。すごい。黒髪。結んでるね。結んでる。結んでんの誰？瞳、私、花ちゃんの誰かか。光の感じで分かんないんだよね、髪色。結んでる。誰でしょう。瞳か。引きます。どうやったらいいんだっけ。これ瞳の書庫。花ちゃんこんな暗くない？いきますよ。いきます。せーの、じゃん。花ちゃん、花ちゃんでした。やっぱ髪色わかんないもんですよ。髪色わかんないもんなんです。花ちゃん。ポニーテールは花ちゃんです。タイプ B が花ちゃん。あ、なっちゃう。そうなの、髪色ね結構わかんないもんなんですよね。めっちゃ金髪、キアラぐらい金髪だったらわかるけど。次タイプ、あ待って、中見る、中見ようっと。あ、3人がここにいるんだ。そうなんだ。あ、3人が、え、すごい、3人がいるよ。3人がいる。あ、シリアル。写真を見てます。中のジャケットの中を見てます。みんなはゲットして見てみてくださいね。私この時の制服結構お気に入り。サラツンのも可愛いけどね、長くて結構お気に入りです。おお、撮ったわ魚眼でね。あ、私もいる。私のソロカットもありますぜ。首の角度変なんだけど楽しそう。楽しそうです。とっても喋ってる。でも寒そう、なんかこうなってる方がソロカットもあるし4人のカットもありますね。今日上がってたやつだね、の4人のカット。あと、このジャケ写以外の5人のカットもあるね。あー、花ちゃん眩しそう。でもみんな眩しそうだね。みんな眩しそう。サラツも眩しそう。みんな眩しそうですみんなは見て見て、自分の目で見てください今はタイプ B を見ました。結構ここ楽しみなんだよね。続いてタイプ D。 D の開封します。よいしょ。 D です。うわ、なんかさ、この時みんなと会ってないからさ、あんま髪型わかんないんだけど。
リサかな、かなんかわかんない、白の白のリボンがついてる。白のリボンじゃないのか、これはなんかお花食べてるみたいな時のやつかなとか思ったりしてるけど、なんか結構ここがこういう感じの髪型、こうなってる髪の毛が。でもこれわかんない、誰がどの髪型してたっけみたいな白のリボンじゃないのか、これ光ってるだけ、わかんない誰と予想しますか。いや、これ白のリボンに見えてるだけで白のリボンじゃなかったら私もここ編み込んでるから私の可能性もありますけど、これは光ってるだけなのかな、わかんない。いきます。白リボンとかいなかったよね、ここで結ん、分かんない、いきます、いきます、せーの、じゃん、あー、リサだー、リサでした。やっぱ白のリボンだ、リサでした。当たった。今回まあ選択肢は出したけど結構当たったんじゃない意外みたいなのなかった。的中です、やった。ハナリサです。以上、開封式でした。中を見ます。あ、うちらだ、タイプ D には私たち4人が写ってます。めっちゃ笑ってる、なんかこういう風に笑ってる。めっちゃなんか変な笑い方してる。ここはよし、はい、シリアルナンバー、なんか見ます。おー、いおりさんです、いおりさんです、かわいいです。おー、ソロ、ソロバって、ソロバって、全員がいてソロです。カメラ目線ですね。さっきの B はカメラ目線じゃなかったんですけど、自分は、私はカメラ目線です。ポニーテール、 S 字ポニーテールです。触覚 S 字、はい、いいと思います。インスタにソロが上がってるんですね、見てみます。早く咲いた桜、別れをせかさないで、最高の効果響いてる体育館。買いたす、ね、渋谷で買えたら買いたいなって思ってる。本当だ、あ、似てるけど全然違う、似てるけど全然違うので見てください、ぜひ見てください。 D のソロ写真、あ、ソロ写真か、違うか、
見てないか、それは。ぜひ。みんな上がってんだね、栄養順で。みんな漏れてないですか？みんな可愛い。みんな可愛くない？みんな可愛くない？あれで見たら全然違った。タイプ A だけ何枚も食事が出て他のタイプも出てほしいね。みんな可愛いね、みんな漏れてる気がする。いいですね。でも私は開いたら佐々木舞香でした。ふむふむ。観覧車放置見たんだ。どんな感じにさ編集されてんのか見てないから楽しみ。今からは見ないけど、まあ今日寝る前とかに見れたらいいなって思うけど、いつも忘れちゃうんだよね忘れちまいます。お、 A から D の4枚中2枚ショコちゃん出た。お、ショコ愛、ショコ愛ですね。最高の効果が響いてる。そうです。お、聖地巡礼ぜひしてください。初めてちゃんと観光できたので広島。あなたも食べてるか問題解決しました。お、それは良かったです。お、メイキングも見てくれたんだね。私まだ見てないメイキング、やばいやばい、みんなに置いてかれてる。お、今から開封します。いいですね。明日の午前に見る予定？いいですね。予定であるのいいね。前髪が。みんなカラコン可愛いって言ってくれてる。やった。結構明るめだもんね。サクサクコロモンです。前半の途中で配信始まったから一時停止中どこで止まってんだろう。私はさ、でも行ったけどさ、なんか二手に分かれて広島観光したので、反対もう一つチームの見てないから楽しみ。でも結構特典映像とかって
結構なカットされてるところが多いから、多分それだけではないと思うんだけど、楽しみです。でもお、明日 CD ショップ巡り行く、嬉しい。ハッシュタグイコラブ CD ショップ巡りでぜひツイートしてください。同じ感じで。ノーカット、ノーカットはやばそう。ノーカット何時間って感じですね。何人が見るんだろうね、全部、ま、最後まで飛ばさずに。体育館おはようの笑顔、当たり前じゃなくなる夜、おやすみなさい。お作ろう。シリアル10枚でノーカットください。シリアル10枚じゃ少ないんじゃないですか、ノーカットだと。それは10枚だったら10だから10時間だったとして、10時間以上あるもんね絶対素材はね。ノーカットは無理ですね。だから100枚くらい、いや分かんない。そんなにないか。でもカメラも2カメあるから2つの時系列で変わってきますよ。2チーム分かれてるからね。分かりませんけど、どれぐらい素材があるんだろうね。つむ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 、つむつむは最近やってないです。私当たり前じゃなくなるね。やばい、そこばっかだったらさっきから。あ、リサはハート送られてこないです。多分もうやってないです。リサ、私も最近やってないです。あとでログインしないと。一緒にしましょう。ログインいっちゃうぞー。この以上パズル桃鉄練習してないです。やばい、19日でしたっけ。頑張んない。まあ運もあるからね、やはり、やはりね。明日メンテナンスだってさ。よし、ログインした。かゆ、目かゆすぎ。そう、運もあるからね。体育館ジム終わって見に来た。お疲れ様です。 LR 欲しいのに。推し、推し何、推しギフト、推し、推しガチャでゲットできました。私はやっと、やっとの思いで。推しメンパックね、また出るといいですね。でも本当に私はもう巫女さんもバレンタインも、あ、バレンタインは出たのか。巫女さんもサンタさんもゲットできなかった。
金もありますよね。まだね1万5000コインあるんだけど、どうしようってなってる。3月の私当たってないですもんね。ね、なんか推しパック出るかなって思いますよね。そうだよね。当たり前じゃなくなるね、変わらないでいて、君のそのボタンを受け取るのは誰だろうなんて時々考えただけで。しょこちゃんが今弾くなら自分も弾きます。でも3月のはまだやってない。私じゃあ3月は出なかったんだよ。じゃあやりますか。一応あるけど、初歩デッキはできたが、やりますか。一回だけ、一回だけね。3月の「イコラブパック」、3月のレギュラーパックです。こちらです、緑の。一回だけやります。いけ、シュイン。どうですか。キラキラが2枚、紫が3枚。まあノーマルからいきます。じゃん。私の N、 はなちゃんの N、 リサの SR、サナツンの R、 リサの SR、 ヒアラの N、 マイカの SR、 紫からいきます。マイカの N、 お、リサの UR、 イオリの SR。 はい、こっからキラキラです。こっからキラキラです。いきます。えい、あ、リサの LR、 瞳の UR ということで、私のは出ませんでした。 N しか出なかったです。はい、コレクションデッキ、瞳の UR2 枚目だよね。クラスアップしよう。あれ、これ使ってるからね。もう一回はやりません。絞り込みゴールラブ。なんでさ、これ何順なの。ちょっと待って、何順これ。入手順やだ。そうさ、メンバー順とかにしてほしいんだけど。なんだこれ、なんだこの順番、謎順。私は N が出たんでしたっけ。絞り込み時置証拠、私はさ、今何が出た？ N が出たんだよね。ああ、だからそうだ、 N の N 同士でクラスアップさせて、いいよ、星2の私の N ができました。でこのレベル75の星3のやつを星2にくっつけたらクラスアップできるんだよね。星4になりました。星4、
でもこれ星4自分使ったらもったいないもんね。もったいないよね。あれもったいなくない？また次で使えるかもしれないもんね。星4をまた別の子を作んなきゃいけないって話。 OK、 星4になりました。ねえ、本当に間違えて合成しちゃう時あるからさ。そうだね、まだまだ今は何もできないですね。リサとかできるのかな。なんかマジの出たよね。何もできない。あ、 SR がいっぱい出てるね。クラスアップ、星2にした。星2星1星2星1星2、いっぱいだねー。ゆりさんも出た。ゆりさんはまあこんな感じかな。 OK、 終わりガチャだけ回してるから100レベルになりました。すごい。私は75レベルで止まってます。今星4の75です。まあまあまあ、一回だけやるか、久々に。久々にやってみます。久々に。もう最近ずっとやってないから、ドラマ見るので必死。ゲーム全然できてない。コイン貯めます。あ、スクショしちゃった。3、2、1、スタンディーン。いけいけいけ。じゃん。連鎖。8連9連10連11連12連13連鎖。連鎖。70連鎖なんて無理でしょ。そんななくない？うわ、4つとかない。いけ。タンタンタン。4、5、6、7、8、9、10、11連鎖、12連鎖、12連鎖。いけ。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13連鎖。あ、上からやっちゃった。上のやつコピューってやっちゃった。うん、あ、見てなかった。何連鎖か。5秒前。あー、終わっちゃう。10連鎖。あー、10連鎖で終わっちゃった。あー、あー、19000。あー、19000でした。もう一回やろう。もう一回やろうよ。あ、しかもさ、時間で回復されるようになったんだね。ちょっとずつ回復改善されて、最高スコア2万いくつか。5連鎖。私たちすごくない？あ、何連鎖か見てないけど全然いかなかった。やばい、今回やばいぞ。
6、7、8、9、10、11、12、13、14、14連鎖、14連鎖です。頑張れー、いけー。2万超えたいよね。12連、13連鎖。あー、陣消しできないね全然陣消しできないよ。9、10、11、12、13、14、15、16連鎖でした。やばいやばいやばい、ああ1秒残り、ああ1秒、ああ、でも2万いきました。2914です。以上、以上です。まあそんな時もあります以上となります。よいしょ、以上となります。まあまあまあ2万ポイントはいけたからいいかな、良きかな上ピュってなるのが嫌だよね。いつもあれやっちゃうんだよ。その間も時間は進んでるから、あーってなる、やっちゃったーって。なるんだよ。2万超えて1位だと思ったら2万8000くらいと取られて負けたと聞く。え、2万8000とかいるんですか。それはやばい。それはだって相手コンピューターなんでしょ。それはダメです。相手が悪い それは相手が悪いですね、とっても。コンピューターが全消しとかしてくる。そうなんだ、そんなことあるんだ。ランダムだからしょうがないのかな。でも2万8000ってなかなか取れないですよね。え、今日朝サナツン配信されててスイーテストガールのショコちゃんの方の人、え、なんて嬉しい、朝配信してたんだ、嬉しい。一緒に練習したって言ってた。そうなんです、覚えなくていいのに振り起こししてくれたで、みんな、まあみんなだけど、みんなスイテストのもともとのメンバー、ほとんどのメンバーが振りを起こしてくれてこうだよって教えてくれて。チョコを褒められてるポスト見て私も嬉しいって言ってた。あー、優しい、優しいよね。本当に本当にコラボって優しい世界だと思います。思いません？
おっちゃん、ありがとう、キーピットくまちゃん、I love you、 ありがとうございます。最高だったって、ありがとうございます。本当にね、優しい世界なんです。覚えなくてもいいダンスを覚えて、一緒に覚えてくれて教えてくれて、歌もあちょっと半音低いとか半音高いとか言ってくれて、本当にね欲しいんですよ。ね。何時まで配信する？30分まで配信します。BPM はね昼だから長いんだよね配信ね。そうなんです、いいメンバー、本当にいいメンバーで、優しいメンバーです。だって普通だったら私やんないし、別に振り起こさなくてもよくないって思う人が多いと思うんですよ。そんな中イコラブのメンバーは振りをわざわざ自分が踊らないので起こしてくれるんです。忘れてた振りをもう一回思い出して教えてくれるんです。優しいですよね本当に。私はサナツンだったけど、ハナちゃんはキアラだったり、まあ、リサはリサでオリジナルメンバーなんだけど、メリニャが瞳だったり、そう、アンちゃんは私と新芽があったからサナツンとやったり、一緒に教えてもらったり、まあ、映像を見ながらだったり、みんなで合わせたり、ここはこうしようとか合わせたりしてましたね。トッシーさん、ありがとう、キューピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。みんなで、そう、なんかスイテストはその本当は次の日に振り入れをする予定だったのに、早めにレッスンが終わったからちょっと早めに振り起こししようよってなって、そう、振りを起こしました。だから普通というか、いつもだったらなんか振り入れの時はダンスの先生がいるんだけど、自分たちである程度起こしてやってましたね。アイドルってよく仲悪いって知られるけど、みんな仲良く優しい。そうなの、そうなんです。だからイコラブは本当にこのメンバーだからもうずっとやってこれてるっていうメンバーが多いと思う。本当に本当にそう。なんかまあね、アイドルって本当にいいみたいな、よく言われるけど、仲いいですって言ったら、優しい。みんなそれぞれなんか思いやりがありますよね。見逃し配信、確かに9からでしたっけ、9日からでしたっけ。見てても仲いいって分かりますか？皆さんは見てて、あ、このアイドルは仲良くてこのアイドルは仲悪いなって分かるんですか？逆にほとんどが分かんないですよね。でも本当に仲の良さは伝わってるってたら嬉しいですよね。そう、みんなで助け合いのグループです。誰かが得意な子がいればその子がいるし、苦手な子がいれば支え合う、そんなグループになっております。ねえ、
でもなんかその一番なんか私たちでが嬉しいのは皆さんに言われるのももちろんなんだけど、なんかなんだろう、衣装さんとかヘアさんとかヘアメイクさんとかに本当に仲いいんだねとか、なんかそのまあなんか番組のなんかスタッフさんとか本当に仲いいんだねって言っていただけるのが、なんかそういう方々っていろんな現場を見てきてるじゃないですか。そんな中で仲良しなのが伝わってるのは嬉しいですね嬉しいなって思うあ、各メンバーの配信で必ずメンバーの話が出るから仲いいと感じる。なるほどね、なるほど嬉しいです。どのメンバーも全員と絡んでるの想像できる。そうだね、本当にそう、なんか誰とどのペアになってもいいよねみたいな感じ。なんかこの3人珍しいとかこの4人は珍しいねとかはあるかもしれないけど、2人とかはあんまり、なんかまあ皆さんからするとあんまツーショット見たことないから珍しいとか思うかもしれないけど、メンバー間だとなんかそんなことはないそんなことはないんですよね。うん、こんな感じでございます。みんなで一つ。お寿司はよりちゃんと、あ、そう、イコラブ愛のお寿司はあれはあようじゅんですね。あようじゅんになってます。結構イコラブ愛はあようじゅんの並びが多いです。2列に並ぶ時とかもあようじゅんだったり、まあ適当な時もあるけど、うん、コンビ名あったり、そうコンビ名あったりする。あ、年末のジャンプのやつ見てた、仲いいと思う本当。いや、ジャンプのやつはみんなどこのなんかチームもやりそうだけど、その合間であの人生ゲームやってたりとかツイスターとかやってるのがマジで仲いいって感じする。なんかニコイチじゃなくてなんか十個イチみたいな感じ。そう、ドンキでドンキでその日に買ってきたやつね本当に面白いんだから。ツイスターやってた年末大晦日にツイスターやってました面白すぎる やる人は、はーいみたいな。そう、待ち時間長いとそう寝るか遊ぶか、まあどっか出かける人もいるけど、ご飯食べに行ったり人もいるけどね。年末の時は夜遅かったからね、出番が2時とかだったからもうね夜だから、忘年会、ほんと忘年会でした。面白い広かったですね。おお、明日はサナツンの日、あ、今日はサナツンの日、サナだ言ってますか、サナツンの日だって。みんな来月はショコの日があります45でショコです。深夜
テンションもあある MV とかなんかもはや深夜テンションっていう時もあるし、この前も撮影で朝から晩までの時になんかみんな今日元気じゃないみたいな、なんか今日みんな元気じゃないみたいな、最初午前中はえみんな元気だよね今日みたいな、もう夕方が怖いわみたいな、夕方みんななんかこうやってなってる可能性もあったのに、もう夜の夜までみんな元気だったみんな元気で深夜テンションなのかなって、深夜じゃないけどねあの10時ぐらいに終わったけど深夜テンションかなっていうぐらい元気だった若いっていいねみんなでもそういう時ないですか、みんなで面白い、なんかちょっとの街とかがあってもなんかみんなで円になって喋ってたりとか、なんかその場でこう待ってなきゃいけない時とかもみんなでちょっと少々お待ちくださいの時とかみんな円になって話してたりするからねどうに面白い、円になって喋ってる本当にねみんな面白いんだよ、本当にみんな面白い、みんなふざけてるカラコンはメイメのサクサクコロモンです。今日はもうあと1セットしかないです、あと2枚しかない、でもなんか結構好評だね、嬉しい。でもこれライブでつけたりしたらなんかまた変わりそうだけど、今日はねカーキのアイラインだったりマスカラしてなかったりといろいろなんかいつもと違うとこがあるからどうなんだろう。久野さんいいな、ありがとうございます。今日が目好きです、ありがとうございますやったね。ねちょっとさほつれてるの嫌なんだけど、100億点満点ありがとうございます。今日の写真は SNS をチェックしてください。インスタ何あげよっかな、チュルリラパピッポ、うん、めいめい面白い名前が多いですから、この名前え、コメント来なかった今、チュルリラパピップってコメント来た、そう、あと10分ぐらいで終わります。そう、グレーウドもめいめいです、そうです。愛知は何のカラコンにしようかな、野菜グリーンもそうです、メイメです。うーん、何にしようかな、これは結構明るいもんね、うん、愛知ね、今はヒロインブラウンとアイドルリングつけていますね。でもなんか黒は違う気がするし、ライアーピンクもどうなんだろう、分かんないね。今日半までです、あと10分で終わります。ハンバーグブラウンはもうない気がする、ハンバーグブラウンよりかはメイメだったらグレーうどんが一番いいんですけど、ミリニャのカラコンで一番いいやつって今んとこまだ決めてない。なんか
ヒロインブラウンをベイスターズのファン感謝祭の時につけて漏れてたんですけど、ツアーで言うとアイドルリングの方が漏れたから、アイドルリングがいいのかなと思いつつ、まあその日の照明もあるからね、ここの会場照明漏れないなとか、この会場照明漏れるなとか、メンバーみんなで結構気が合うというか、気が合うっていうか、みんな同じ漏れるとこと漏れないところだからね、ちょっとそう照明で結構変わる。カラコンがどうのこうのよりかは照明によって違ったりする。あとはミレディは結構直径が大きいので、うん、これはちっちゃい方だと思う、直径。そうね、あとは髪型とかもあるしね、漏れる漏れない。みんな6周年は漏れたって言ってました。さすが先生、本当にそう。ね、一回撮られてみないと分かんないからね。照明によって遠くてもよく見える時がある。そうなんだ。それは知らなかった。そうなんですね。カラコン買い足しますよ。結構グレーうどんは買ったやつだね。なんかいただいたもので良かったものを買います。この部屋でライブはやばいでしょ。漏れてますか、この家では。グレー系、やっぱグレー、これは何ですか、これは何系ですか。これはサクサクコロンっていう明るいブラウンなのかな、ライトブラウンみたいな色かな。あ、いつも漏れてる、ありがとうございます。メンバーからわかんない。私はこのカーテンの色です。黄色、オレンジ、濃いピンクです。よろしくお願いします。なんか知らんけどいい感じ。漏れてますか、ありがとうございます。あんまりカラコンは買ったことがない、買った経験あんまりないんですけど、たまにつけます。普段あんまりつけないんですけど。このカラーです。カラコンって普通のコンタクトより高いの？わかんない、私長期型だから。コンタクト普通のワンデーがどれぐらいかあんまり分かってないけど、同じようなもんじゃないですか、分かんない。全然分かんない、うん、顔が普通の人の半分。そんなことないでしょ。目は普通の人の2倍ってことは、普通の人より4倍も目大きく見えてるってことか。だって普通の人は私の顔の倍があって、目は2分の1ってことでしょ。こういうこと。カラ
コン初期型なの分かりません。カラコン私はワンデーです。いつそういうことになりますね。ちゃんと計算。友達にしょこちゃん紹介するときそうやって言ってる、やばい。普通に考えたらやばいけどね。ありがとうございます。ドパーズワンマンス出るんだ。へえ、ワンマンスとか数えられないけど、毎日つける人は数えれるのか。1日につけたら31日に外すよみたいなってことだよね。捨てるよって感じ。私はさ、本当になんかたまに気が向いた時とか、今日みたいにまつげお休みさせてあげようとか思った時とか、ライブの時とかにつけることが多いからね。まつげ何連勤してた。いやでも意外と最近メイクしなかった時あったけど、この先が結構やばそうだから休ませてあげた。全然意外と、意外とね、あのね、マツパ行った時、マツパっていつ行ったっけ、マツパ行った時はね休ませてた。マツパの日ってあんまメイクまつげしない方がいいみたいな言うもんね。28分、ありがとうございます。今メガネ近くにないです。武蔵野前、そう、武蔵野前にマツパに行きました。よし、あ、1枚は行かないと思うけど、だいたい月1だから、だから有明前に行くと思います。ということでランキングタイム。13位、中じいさん。12位、大津さん。11位、リースさん。10位、たっくん。9位、バンダナさん。8位、スラスラさん。7位、ヘイブンさん。6位、メリダさん。5位、ショウさん。4位、おっちゃん。3位、ユキハさん。2位、トッシンさん。1位、おもろちょさんです。ありがとうございます。2列目、ルルルタンナさん。はたみさん。林さん。さよりさん。ライムさん。流星さん。 P21 さん。サンピンさん。ヒッキーさん。デルファイさん。タカヒロンリーさん。めぐみさん。あおちゃん。みどりみさん。ちびたんくさん。ふくらいさん。きのっぴさん。人生じいちゃん。 URP さん。さあかまさん。しわさん。ゆきぼうさんです。ありがとうございます。たくさんの星投げギフトコメントありがとうございます。この後 SNS あげる、インスタもあげるのでよかったらチェックしてください。 TwitterX の方はもうあげてるので見てください。そして、今日はFM 横浜トレセンとラジオ日経トラケンにラジオ出演、どちらもラジオ出演させていただきました。皆さんぜひ、見れてない、聞けてないよとか、また聞きたいよって方はラジコの方でタイムフリーぜひ聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。たくさんの実況ツイートありがとうございました。そして今日は横浜の、CD ショップ巡りをしました。ぜひ皆さんゲットしてください。詳しくはツイッターをご覧ください。ありがとうございました。おやすみなさい。みんなありがとうございました。また明日、また明日、バイバイ、感謝、バイバイ、おやすみなさい、ありがとうございました。